この取り組みは胆振東部地震の教訓をもとに行われました。日産自動車の道内7つの販売会社に試乗車として配備している電気自動車を災害発生時にセイコーマートに派遣し、非常時の電源として活用しようというものです。今日は電気自動車の電気を家庭用の電気に変換する機械を使い、店舗への電気を供給する実験も行われました。まずは札幌市内の1店舗をモデルケースに変換器を設置、今後随時拡大していく方針です。これから時代は絶対に電気自動車の時代になるし、それは確実にで走るというだけ以外のいろんな価値を社会にもたらしてくる。災害は教訓にしなきゃいけないと思うんですね。やっぱお客様中心に声を拾って、でそれで我々のお店としてできることですね、あるいはお店ならではのことをもっと広げていきたいなと。